トッポッキは朝鮮半島の餅、トックを使用した朝鮮料理である。直訳すると餅炒め。元来は炒め物の宮廷料理だが、庶民的な煮込み料理にアレンジしたものが広く普及している。日本語ではトッポギと表記される場合が多い。うるち米で作られた棒状の新粉米、カレットックを主原料とし、コチュジャンや砂糖を使って甘辛く煮込んだ料理。 韓国の庶民料理として親しまれ、屋台の定番メニューとなっている。夜食や子供のおやつとしても食べられている。ハングルの発音表記で記述すると、となる。もともとは、朝鮮王朝の宮廷料理で、朝鮮醤油で味をつけ、彩りよく、野菜や肉と合わせる炒め物であった。1953年、マボンニムという女性がジャージャー麺に落とした餅をヒントに、 コチュジャン味のトッポッキを開発した。当初はコチュジャンをつけて食べるスタイルだったが、練炭ンンに代わりガスが普及した頃に、鍋で即席で作るスタイルも開発した。リアカーデの露天商から始めたマボンディ蒸しトッポッキの評判に触発され、新堂道にトッポッキタウンと呼ばれるほど専門店が次々に開業した。 新道道トッポッキと呼ばれるナ鍋スタイルはソウルの名物にもなり各地にも普及した。その後時代の変化とともに各店舗で若者向けのチーズトッポッキや激辛トッポッキ、観光客向けの宮廷トッポッキや海鮮トッポッキ、子供向けに甘口の作品塩トッポッキなどが提供されるようになった。カップにお湯を注ぐだけ。 または水を注いで電子レンジで加熱するだけで完成するインスタントタイプの製品も開発され広く普及している。釜山にはかつて韓国産唐辛子で最も辛いチョンヤンコチを使用し、すべての朝鮮料理の中でも2番目に辛いと言われるトッポッキの店、ソムンランメウントッポッキがあった。ただし、チョンヤンコチ自体はスコビルチがそれほど高くなく量の多さで、 辛さを増していた。ありがとうございます。